で、シーン9です。やっと登場です。えー、やっと登場、アムロが独房で閉じ込められて寝てて、まあ、悪夢を見て、夢を見て、うなされてるところなんですけども、アムロ、やっと登場したと思ったら寝てるだけなんですね。で、夢を見てます。で、夢の中で,ですね。寝ているアムロですね。夢の中で憧れのマチルダさんを見てるんです。で、マチルダさんが何か言ってるんですよ。第14話、時間よ止まれの回想ですね。で、 えー、ブライトがですね、この時アムロに叱りつけるんですよ。お前はパイロットだ、寝るのも仕事のうちなんだぞっていうふうに言います。でそれに対してマチロドさんがアップになって、口だけ動いてるんですね。でも何を言ってるのかわからないと。思い出せない、アムロも。実際に、えーブラ、あのー、マチュレドさんが言ってるのはですね、ブライトさんの言う通りを、寝るのもパイロットの仕事のうちですよっていうふうにアムロに悟してるんですよ。で、なんでこのシーンを入れたのかなんで、 マチルダはアムロの回想の中で口だけであの何を言ってるのか聞こえないのかと。アムロは多分夢の中でマチルダが何を言ったのか一生懸命思い出そうとしてるシーンなんですね。で、実際何言ってるのかというと、ブライトさんの言う通りを寝るのも仕事ですよと言ってるんですけど、これ何かっていうと、あの、アムロが一人でですね、自分のスランプっていうのを解決した印なんですね。さっさと寝ろ、寝るのも仕事だっていうのは理不尽なんですよ。 それを上司に言われるのはもう本当に理不尽なんだけども、今のアムロにはそれを受け入れる心の準備ができたということなんですね。だから、マチルさんの声っていうのを聞こえる必要がないと。あの、ブライトの声だけを聞いてですね、寝るのが仕事だっていう、今回の、お前は脱走したから独房だ。一回出してもらって、まだ反省が見えないから独房だという、こういう理不尽に関してですね、そういうもんなんだっていうふうに、一度受け入れる心の準備ができてる。アムロの成長が、 見えるシーンとしてこれを入れています。で、ノックがトントンとして、えー、アムロがハッとして、外を見ると誰もいないんですね。当たり前です。えノックしたのはリュウです。そのままズルズルズルっとまた、ドアの外に倒れてしまってるからですね。で、誰かいるんですか起きてたかっていう死にかけの声が聞こえてる、<laughs> リュウさんっていうふうに言うんです。で、えー、これですね。 アムロがやっと見つけたらですね、これもあの、これももうわかる通り上から下へのパン,パンダウンですね。つまり、えー、画面、これ、状況説明するために覚えておきましょうね。状況説明するときは上から下ですね。で、で、同時に下を心配そうに見ているアムロの顔を見せてからカメラが下に行くとリュウがいて、で、リュウのセリフが始まるとうですね。このセリフがですね、 リュウさんって言ってリュウが語り始めるところをパンダウンで繋いでるんですね。もう本当に無駄のない映像です。<laughs> えっとですね。アムロの内面からアムロを心配するリュウの発言というのに、えー、見ている視聴者の心を動かすための割とね素早い目のスッというパンダウンでした。起こしてすまんなというふうに死にかけて言ってます。体大丈夫なんですか俺のことはいい。お前ブライトがまだ毒房に入れたのを腹を立ててないのかっていう。 聞くと、「僕がブライトさんの処置分かります。怒ってなんかいません。さっきの夢のシーンで完全にアムラ吹きれてるんですね。で、この部分がその、あのー、ブライトが理不尽を受け止めてるというですね、こ,のこうする関係受けてる、受けの関係になってるんですけども、俺は悪くはないんだけど、でもブライト、あの、独房にいられるのはそれは当たり前だろう。だから怒ってませんっていうふうに言えるようになってる。だから龍が、ならいいんだ。 ブライトがな、お前は野生の虎だっておっかながってるんだ。おかしいだろうっていうふうに言います。野生の虎ですかアムロは自分がどちらかというと大人しめの性格で、だから切れて家出したんだってわかってるから、野生の虎ですかっていうふうに呆れて聞き返すと。アムロ期待しとるぞ、とブライトが、あ、竜が言って、ふーんって立とうとすると、大丈夫ですかって聞くと。で、なに、大丈夫って言って、えー、リュ竜はこの場を去ってしまいます。で、この、 竜が最後に去っていくシーンがかっこいいんですよ。かっこいいというか、やっぱすごいなって思うんですよね。これなんですよ。大丈夫ですかと声をかけて、なに大丈夫って言って、こう、竜がゆっくり走歩いて去ってしまうんですね。これあの、アムロと竜の最後の会話なんですこれが生涯の別れのシーンなんですけども、それを強調するためにわざわざ顔を見せないんですね。最後に、 なんだろうな、竜はどんな顔をして自分を慰めに来たのか、励まし,にしてくれたのかっていうのを、アムロには全く見せないままに竜が言ってしまう。からこそ、この回の最後でアムロは同国するわけですね。うおって泣くのは、あの時、竜さんはどんな気持ちだったんだろう、どんな風に痛かったかもわかんないんだけど、僕を励ましてくれたんだろうっていうのを、顔を見ていればわかるんだけど、その顔さえ見れなかった。 ここでまさかお別れになると思ってなかったと。その後悔が吹き上げてくるから、アムロはうわーと泣くんですけど、そのために前半 A パートにですね、この竜のこの不思議なシーンですね、全く顔を見せないまま去っていくっていうシーンを入れたところが、いや、富野義之やるなーというふうに思う、思いますね。アムロが後で、その竜のことを思い出したとき、何倍も切ないように映像が作られています。で、その次ですね、えー マゼラトップの中のまたモン、真っ正面のシーンです。で、えー、何かっていうとですね、立注意のですね、作戦説明を思い出してるんですね。第一波の攻撃を敵の最も弱いと思われるところにかけます。この部分ですね。矢印を指したね。刺してるところ。他には一切目を向けず、ただ一点を抜くと。我々の生還は不確実でありますが、間違いなく木馬を、えー、撃破することができます。我々の性感は不確実でありますが、 これ軍人の建前っぽい用語を言ってますが、多分我々はほとんど生き残ることはできませんが、間違いなくホワイトベースを落とすことができるっていう立ち注意のですね、説明を思い出してるんですね。で、このモンの上と下っていうのが、ね、この説明を受けてるのを思い出してる時のモンの顔なんですけども、ほんの少しですね、えー、目が開いて、で、口の歯が見えてるのがわかりますかね。 この上のシーンで閉じてる口から歯が見えてる。歯が見えてるってことはもちろん、笑っているという表現なんですけどもですね。笑ってるわけですね。えー、ちの言葉を思い浮かべて、ほんの少しだけ眉が下がってですね。で、えー、歯を見せてると。歯ン自身もこれ意識してないんですね。意識してない、かすかな微笑みってやつです。で、で、あのー、最初に説明っていうか、前回説明した通り、これね、あのー、 ガルマに対するイセリナ恋の後のイセリナの仇打ちと同じ構造の話のはずなんですよ。好きな男が殺された、だから憎い仇を打ちに行くって話のはずなんですね。だからイセリナ恋の後ではですね、イセリナは一生懸命ジオンの、まあなんだろう、多分自分に憧れていた、男として憧れていた、その自分と一緒に死んでくれる男。 に対してですね、イセリナは一切笑顔を見せないんですね。一切笑顔を見せず、で最後の最後、アムロを追い詰め、ホワイトベースを追い詰めるまで、ずっともう気を張った顔して一瞬の笑顔を見せないままに死んでいくんですよね。だから、本当はですね、ここで決意の表情をイセリナ見せたままなんですけども、本来これがハモンがランバルルのための敵打ちだったらですね、あの、同じになるはずなんですね。だってイセリナで、 叩き打ちする女の顔はすでに富の義之が書いてるんですよ。富の義之がこの回で書きたいのは女の顔なんですね。そこがポイントなんですよ。で、伊勢里奈恋の後で書いた女の顔と全く違う女の顔っていうのを波紋にさせてるんですね。